小野陽子でしょ。違うよ、違う違う、小野陽子じゃないの。陽子角とは何者なのかと、ここで有力な情報が。日本から来たんですけど、角陽子、陽子角、陽子角、角、あ、知ってますやっぱり。もちろんよ。急にテンションが上がった。そんなんなんだ。私陽子パパ知ってるの。陽子パパ、陽子パパ連れてくわ。オーケー、連れてってくれるって。ありがとうございます。え、こっから近いんですか、その家って。ちょっとあるけど、車だから。お、車で、オーケー。まさかの急展開。陽子パパの家に親切にも送ってくれるという。陽子はベルギーではみんな知っているのに、日本人は知らないのね。ここが家よ。ここ、いや、あ、オッケーオッケーオッケー。いきなりだから私も行ってあげる。果たして陽子パパとはどんな人なのか。陽子パパに会いたいんだって。そうでしょ。私は用事があるからここで帰るわね。オーケー、 ありがとうございます。あの、ここにね、さっき角陽子の、陽子角のパパがいるっていう。いるわよ。どうぞ。すいません。パパ、お客様よ。こんにちは。ん？どう見てもベルギー人のおじいちゃん。これはどういうことなのか。陽子に会いたいかい。あ、会いたいです。陽子さん会いたい。ちょっと待っとれよ。陽子はどこかな。陽子はどこにある。わからないわ。おかしいな、ここにあったはずなんだから。どういうこと？どっちかな。ここでさすらいクエスチョン。先ほどから家の中で陽子を探し回るこのおじいちゃん、一体陽子角の正体とは。さあ、何？なにちゃん、なんですか、怖い。いや、だってもうあの絵から座敷わらしっぽいじゃないですか。でもパパの絵をして。パパです。あの、ベルギーで放送されているなんかアニメか何かに出てくるちょっと変わった日本人のキャラクター。人形劇みたいな、絵はこういう、こういう頭してたよね。確かに、してた。確かに。パのこのね、はい、チームさん、アニメ、アニメ、人形とアニメに分かれちゃう。どうなんでしょうね。ね、皆さん真面目ですね、なんか真面目。真面目。正解は、おかしいな、ここにあったはずなんだが、ない。こっちかな。先ほどから陽子を探しているようだが、と、その時。なったぞ、これが陽子じゃよ。あ、彼女。そうじゃった。あ、書いてありますね、陽子角。陽子はー、彼女がベルギーで最も有名な日本人、陽子角の正体。何かのキャラクターだろうか。彼女は私が連載している漫画の主人公じゃ。彼女を描いて32年じゃ。主人公なんですね。実は陽子角、30年にわたりベルギーで人気を博している SF 漫画の主人公。普段はおしとやかで普通の女の子。しかし、ひとたび悪と対峙するとクレバーな知能と合気道6段の腕前で悪を倒し、人類を救う日本人
美少女なのだ。なるほど。20万部売れれば大ヒットのベルギーでなんと累計800万部売れている。さらにブリュッセルの中心女王通りは別名ヨーコ角通りと名付けられている。まさに国民的ヒロインなのだ。あの人へまぶたがとても可愛いよ。いや常に悪と戦う姿勢がかっこいいわ。それはそうとヨーコ角モデルは一体誰なのか。ヨーコ谷じゃよ。ヨーコ谷、ムービースター。ムービースター。ムービースター。ヨーコ谷。あー疲れた。何に疲れてんのよカオルちゃん。なんかニューヨークのソファ今日先生来るんだよ。私カオルちゃんなんだよ。ではブーケの香りのファブリーズで匂いを取って花の香りを咲かせましょう。リーブ21です。他の人に知られたくないんですが。プライバシーに配慮し完全予約の上個別に対応いたします。本当に会えるんですか。リーブ21では創業以来全国で多くの方が発毛を実感され実感しています。まずはお電話ください。フリーダイヤル悩み無用リーブ21。お茶漬け、お茶漬け、朝のお茶漬け、我らの味方、頑張るマン、朝茶漬け。頑張るくん当たります。もやしの美味しいおかずって、はい、長谷園の豚キムチ春雨よ。もやしだけで春雨とろーりボリュームおかず、ね、長谷園豚キムチ春雨美味しい。いっぱい食べてね。ダーリンが外国人だとどうなるの。言葉の壁、文化の違い。文化グルってなんで文なのかな。親の反対。だまたされてるわよ。ダーリンは外国人、お楽しみに。俺は本気やで。やんちゃな天才ボクサーカブ、幼馴染の優等生ユウキ。カブちゃんのおかげで頑張れたから。二人は運命のライバルに。ボックス強くなりたい友のために。ベルギーで人気のヨーキコツのそのモデルとは。ヨーコ谷じゃよ。ヨーコ谷。ムービースター。ムービースター。ムービースター。ヨーコ谷。なんじゃ知らないのかい。なんとヨーコ角のモデルは日本人女優谷ヨーコ。でも谷ヨーコって一体誰。1932年パリで生まれた谷は20歳の頃フランスの舞台女優として芸能活動をスタート。そんな中映画007の影響でヨーロッパにスパイ映画全盛時代がやってくる。黒髪でエキゾチック、おしとやかで知的な雰囲気を持つ谷をヨーロッパの監督たちはこぞってスパイ映画に起用した。そんな彼女の初めての主演作品は東ドイツとポーランドの合作映画金星ロケット発進寿司。スミカchanged that much.
知的でおしとやか。陽子の角のモデルというのもうなずける。彼女の映画を見て凛とした日本人女性を描きたいと思った。今ではみんなに愛されて日本から取材まで来てくれて本当に幸せじゃよ。本当に嬉しい。ベルギーの人々を魅了する国民的ヒロイン陽子角。その陰には一人の日本人女優の姿があった。で、実際これがそうなんですか？新しいよね。陽子角の漫画です。こんな感じになってますね。わー、なんかこの本自体がいいな、なんか、はい、欲しいね。しかもですね、これ作者がデザインから作成までこれ全て一人でやっているため、早くても1年に1回しか新刊が出ないんです。何この本を視聴者の方にプレゼント、うん、サイン入りですよ。はい、こちらまで。じゃあ、こちらに出てますね。さあ、それでは次の国に参りましょう、はい、世界を歩いてうっかり日本を発見。さすらいジャパン。ここふわっとしてる。春のさすらいジャパン2時間スペシャル。続いて訪れたのは東西統合20周年を迎えるドイツ。中世の趣を